皆さんこんにちは、ハリーです。ボッティラッシュ投資でガーイ、今回なんですけれども、トイテッドトピックじゃ、さあ本日来ましたガチャはこちら、フォーステップ船長ピックアップガチャ。先週ですね、リークに来てました船長ピックアップガチャがなんと本日月曜日来ました。最速できたね。うん、リークの中では最速だったかな。さあということで見ていきましょうか。ガチャなんと3日しかない。みんなめっちゃ短いやん。今週の木曜日で更新早っ。いいね。50個でもらいますと2回回せますので100個もらいます。そして最後はレジェンダリーキャラフェスゲンダね、確定ということです。本日誰が当たってるんでしょうか。ワカドフィ、オニキッド、オニロー、モンキーディルフィ、オニルフィだね。でドワードニューゲート、白ひげ、モンキーディルフィ、ルフィロー、あと月光モリア、ボアハンコック。やった、みんなハンコックゲットできる。キッドもあるし、カイドウ、ジンベイ、リンリー、ドフラミンゴ、ルフィ、ハンコック、あ、みんな水着ハンコックいる。いや、ハンコックに異常に反応しちゃうんだけど。いや、下心じゃないですよ。はい、ユースタスキッド、月光モリア、ボアハンコック、やっぱそうじゃねえか、ハリー。ジンベイ、バギー、タワロ、ルフィ、いいね。まあ工場キャラももちろん当たるんですが、あのフェスゲームも当たりますし、星のキャラも当たりますということで、結構いいガチャ来ました。あのね、これはね、引いてもいいかもしれない。うん、今ダイヤがそんなになくって、僕みたいに100個くらいしかなくてとか、あと超別まで間に合いそうにありませんっていう人はもう引いちゃっていいと思います。はい、船長ピックアップガチャ結構いいガチャなので、という人は引いてみましょう。で他にはね、引かない方がいいっていう人はダイヤがあって人とか、あと誰かな、超別を当てなきゃいけないよっていう人だったりとか、始めたての人、それは引かない方がいいと思います。はい、でもサポートがいませんとか、あのある程度超別揃ってきて、まあ4周年ダイヤ少ないし狙わなくていいかな、じゃあどうしようかな、ダイヤどこに使おうかなっていう人はここに使ってもいいかもしれません。結構いいガチャです。ダイヤかけらも手にありますし、フェスゲームも手にあります、星音キャラも手にあります。で船長っていうのはね、基本的にいいキャラが多いです。こちらをご覧ください。これがね、あの船長まとめてみました。で船長って結構いるんだよね、こんなにいんので、多分ここのほとんどが当たるんだけど、まあ、超別キャラクターとかは当たんないよ。だけど例えば鬼ルフィとかもね、緑サポートには絶対必要なくらい、こうやってゲージが結構あるし、キャラタイプが、あと鬼狼とかも結構いいんだよね、サポートが順調に育ちしますと。であと鬼ルフィとかも、うん、夢ルフィか、違うわ、鬼ロだ、結構サポートがよくって、サポートには必須のキャラクターが多いです。船長キャラクターがほとんど当たるので、みんな引いてみてもいかがでしょうか。船長で弱いタグの人っていんのかな。ハンコクとかさ、今日当たるじゃん、これは当たんないよ。映画ハンコクは当たんないけど、こっちのハンコク当たるよね。でこっちのハンコクはめっちゃいいの、サポートが。でこれ超いいし、あとね、赤ハンコク、この赤ハンコク、あ、いたいたいた、赤ハンコクもめちゃめちゃいいわけ。僕育ってないんだけどさ、みんな赤パーティー使う人は絶対育った方がいい。うん、で僕はこれ育っていこうと思ってます。なので今回のガチャ引いていきたいと思います。100個しかありません。はい、大注目のガチャです。1体は確定かな。よっしゃ、引いちゃおうぜ。オッケー、いいね。うわー悪いよ、黒、あー 27%、 あー絶対当たんない、こんなの絶対当たんない。船長なんて星音確定、これでフェスゲン出ればいいから。みんな星音は確定だけど、フェスゲンとは書いてないからね、ここ重要だよ、みんな気をつけてね。工場キャラしか当たんなかったりするから、まあ、僕がこれフェスゲンを引き当てますから、みんな期待しておいてください。来ました、あ、まあ金引けか。3ポイントマイナス、4ポイント、いや5ポイントくらいマイナスだわ。誰が当たんだろうね。とりあえず白ひげ狙い、はい、白ひげ狙いです。僕は絶対当たってくれ。工場はいらん、マジで。次か、来い、来た、誰、フェスゲンじゃない、緑のー、まあ、一応フェスゲンではあるか、まあ、とりあえず当たってなかったキャラクター当たったということで、みんなこんな感じです。はい、引かない方がいいかも。